せーの、神田ひらみつです。よろしくお願いします。はい、今から7月23日重曹ガブさんでのシャッフルイベントをネット実況でいきたいと思います。イエーイ。朝日です。7月の23日衣装のシャッフルライブのチェキを読んでいきます。買ってくれた人ありがとうございます。はい、まずはじめキキありがとう。3枚も買ってくれてありがとう。イーナの衣装どうでした？朝日似合ってたかな？あんましね、露出が朝日の衣装少ないのでちょっと緊張しながら着てました。可愛いって褒めてもらえたら嬉しいです。ありがとう。久しぶりにキキの元気そうな顔が見れてめちゃくちゃ安心しました。ありがとう。はい、そしてお次、ルー、ありがとう。なんかいっぱいビューティーって美しいと褒めてもらえてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。やっぱ他の人の衣装は他の人のために作られたものなので似合わないかなって思ってたんだけど、褒めてもらえてすごくすごく嬉しかったです。そしてライブでルーと会えてたくさんルーのお顔を見ながらね踊ることができた朝日はめちゃくちゃ幸せでした。ありがとう。はい、そしてお次、よしふみありがとう。チェック買ってくれてありがとう。イーナの衣装ということでね、あんまさ、朝日さ、あの上半身しか多分チェキあんまし送らないんだけど、今回は珍しく足ぐらいまで写してみました。あんまし普段朝日のね見えるところが見えないところが見えてるのでぜひ喜んでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そして次、ちえちゃんありがとう。おいでってしてっていうことだったのでおいでってしました。プラス追加で朝日のところにおいでって文字をつけちゃいました。元気ですか、ちえちゃん。なんか忙しくなってしばらく会えないって言ってたから、この間大丈夫かなって思いながら朝日、ちえちゃんが会いに来てくれるのをずっとずっと待ってますので、ありがとう、チェック買ってくれて。はい、そしてお次、あいちゃんありがとう。イーナはよくこれをこうやってやってるイメージだったのでこのポーズにしました。どうですか、朝日のイリナ衣装どうなんだろうな。なんかあんましこういう女の子っぽいっていうイメージが朝日には多分ないと思うから、ちょっとドキドキしてくれたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、そして次、ハデちゃんありがとう。イーナの衣装でした。そして久々にハデちゃんと会えてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。大阪ライブ少ないからすごく、だからこうやって時間を朝日にくれて会いに来てくれてめちゃくちゃ本当に嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、ゆうありがとう。じゃーん、ちょっと衣装あんまし見えない、しゃがんじゃったんだけどごめんね。ありがとう、ぜひ買ってくれて。イリナの衣装はね、あのなんだろう、朝日の骨格とイリナの骨格がすごく似てるので、あの割とスタイルが綺麗に見えたんじゃないかなと思う感じの衣装でした。足見えなくてごめんねと思いながら撮りました。ありがとう、ぜひ買ってくれて。はい、そしたら次、聖子ありがとう。褒めてくれてありがとう、めちゃくちゃ。なんか聖子が見たかったシャッフルの衣装を着れて朝日はとても嬉しかったです。そしてたくさん褒めてくれてありがとう、めっちゃ幸せでした。何より会えたことが一番幸せだったから、それ以上に勝るものなんてないんだけど、とても幸せでした。ありがとう。はい、そして次、マイマイありがとう。イリナの衣装でした。イリナの、ね、衣装すごく、あの上のかぶさってるこの赤いやつがお気に入りなので、すごくデザインも可愛くて着れてめちゃくちゃ嬉しかったです。東京でもねシャッフル公演があるので楽しみにしててください。ありがとう。はい、そしてお次、友人ありがとう。チェック買ってくれてありがとう。朝日のね、あの朝日から友人への大好きが伝わるよりたくさんハートを書いたので楽しみにしておいてください。ライブの後の何だろう、今日の感想のツイートとかめちゃくちゃ嬉しいです。いつも愛がたくさんこもってるなって思いながら読んでます。ありがとう。はい、そしてお次、りょうくんありがとう。全身のリクエストということで、足が欲しいんだろうなと思いながら、なぜかりょうくんって書いた文字で自分の足を隠してしまうアホなことをしてしまいましたが、どうですか、なんか前により筋肉が足についたと思うので
前よりりょうくん好みの足になってると嬉しいなと思います。ありがとう、また会いに来てね。ありがとう。はい、そしてお次、ひろくん、ありがとう。チェック買ってくれてどうですか。朝日の衣装も普段はお腹は見えてるんだけど、なんだろう、この鎖骨のあたりとか足とか見えてないので、ちょっとなんかドキッてしてもらえたら嬉しいなと思いますありがとう。まだ大変なんかな、毎日暑いから体調に気をつけて頑張ってくださいね。次またひろくんの元気な姿を見れるのを楽しみにしてます。ありがとう。はい、そしてお次、ぴょん、ありがとう。じゃあどうですか、可愛かった、エリナの衣装たくさん朝日のこと見てくれてるんだなっていつも思いながらツイッターチェックしてます。ありがとう、本当に。お仕事忙しいんかな、暑くなってきたから、しっかり水分とって元気でいてください。ありがとう。はい、そしてお次、もっときありがとう。しゃがみでね、いい感じに足が映るようなポーズにしてみました。多分東京でやったリニーの衣装よりイリナの足、あの衣装の方が足の見える範囲はでかいと、でかい、大きいと思うので、ちょっとあのぜひたくさん眺めてみてください。ありがとう。はい、そしてお次、ミキト、ありがとう。イリナになりきったポーズです。イリナ多分このポーズチェキ送ってくれると思うので、ミキトに、本当にミキトの好きなシャッフル見たかった、シャッフルができて朝日は嬉しいです。ありがとうでもミキトには肌をしまえって言われそうなポーズ、なんかポーズっていうか衣装だなと思いながら撮ってました。これは許してくれるんですかありがとう、チェック買ってくれて。はい、そしてお次、リク、ありがとう。3枚びっくり、ありがとう。何、背中好きなの、顔全く映ってないけどと思いながら撮りました。背中の、なんだろう、あの真ん中の筋がいい感じに映ってるので楽しみにしておいてください。リクの見たかったシャッフルだったかなと思うんですけど、どうですかなんかさ、朝日の時の対応と他のメンバーとの対応が違うみたいな、リクの反応がらしいので、なんで朝日にだけはそんなに照れてるのって思いながらいつもお話ししてます。なんかいっぱいリクの素を見せてくれたら朝日はめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。はい、7月の23日衣装シャッフルライブのチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、今から7月23日シャッフルライブということで、イレナのネットチェキ買ってくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはふみさん、ありがとう。はい、ということで今回は朝日ちゃんの衣装を着てみました。どうですか、似合ってますか。すごいね、あの朝日ちゃんもともとスタイルいいしさ、いや、イリナが来たらチンチクリになるかなと思って大丈夫かなって心配してたけど、思ってた以上に結構イリナも気に入ってポニーテールとかしちゃって、結構個人的に美中爆発してたかなと思うんですけど、フミちゃんにも刺さったらいいなと思います。はい、ということで最近はね、ちょっとまた復活したあのハートぎっしりチキをちょっとずつ増やしてます。気づいてるか分かんないけど、イリナ何気にちょっと増やしているので、いっぱい見てください。ありがとう。はい、お次が、ゆき、ありがとう。はい、ということで、見てください。ポニーテールしました。最近ちょっとポニーテールをすることが増えて、あの、ちょっと嬉しいなと思って。でも今回は本当に意味があって、あせひちゃんすごい髪の毛短いからさ、なんかスッキリしたようしてる感じに見せたいなと思って、ポニーテールにしたらすごいね、好評だったみたいで、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、なんかめちゃくちゃさらに強い女になれた気がしました。めちゃくちゃ今回の衣装で朝日ちゃんになりました。やった、嬉しい。はい、この席かっこいいので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がまいまいちゃん、ありがとう。ということで、推しメンの衣装着ちゃいました。どうですか、なかなかね見ることのできない衣装を着たので、はい、結構あのかっこよく撮れたんだけど、この時期マジでさ、あの届いてからのお楽しみっていう感じにもなっちゃうかもしれないんだけど、ちょっとね、あのちょっといい感じにここら辺のね肌が見えてる感じで、
これいつも朝日ちゃんこんな感じなんかと思ったら、うわーかわいいってさらになりました。はい、なのでこれも楽しみに待っててください。まめちゃん楽しみにしてね。ありがとう。はい、お次がりょうくん、ありがとう。はい、ということで全身リクエストということで撮りました。はい、マジで足がマジで長く見えますね。朝日ちゃんの衣装マジで本当に足がクソ長く見えるというか、ブーツを履いてるから、高いさヒールを履いてるからさらにね足が長く見えるんだけど、うわいいなと思いながら、まあ、朝日ちゃんはもともと足が長いっていうのもあるんだけど、いいなはねさらにというか、いつも以上にね足が長くなってすごい嬉しかったし、なんかすごく踊りやすかったですね。はい、イリナの衣装でズボンってマジでなかなかないから、いっぱい見てください。ありがとう、楽しみに待っててね。ありがとう。はい、お次がセイゴくん、ありがとう。はい、見て、推しメンの衣装を着ちゃったよっていう、すごくない？最強だよねマジで。アセヒちゃんがよくやってそうなポーズをしました。なんかね、聞いたの、いつもアセヒちゃんってどんなポーズしてますかって、お吉田さんにね聞いたらね、あ、こんな感じでやってますかねって言われたので、それを元にやりました。はい、なんか汗とかのやつを真似するのが一番かなと思ったけど、よくネットチェキとかで頼んでる聖子くんならわかるはずなんだけど、こんなポーズしてるかなと思ってこれにしました。なので楽しみに待っててください。ポニーテールも最強に良かったので見てほしいです。ありがとう。はい、お次がちなちゃん、ありがとう。はい、どうですか、写真見ました？投稿のツイッターの見てくれたと思うんだけど、マジで美女爆発してて、直接見せなかったんだけどね、またいつか広島でもしたいなって気持ちではあるから、遊びに来てねわかんないけど、やるかは絶対わかんないんだけど、でも本当に見せたかったので、この時期を楽しみに待っといてください。ありがとう。はい、お次がやいちゃん、ありがとう。はい、見てください、すごいねスタイリッシュなイリナさんになりました。いつもはスカートだからかっこいい、カンナギの衣装はだいたいさかっこいいよりな衣装だと思うんだけど、さらにねスタイリッシュな感じになりました。イリナもね着てみたかった衣装の一つなんで、もう一番着てみたかったのだからね、今回マジで着れてマジ幸せでした。はい、すごく踊りやすかったし、ちょっと朝日ちゃんになれた気がした気がしただけなんだけどね。はい、なので席も楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次で最後です、ミキトー、ありがとう。はい、一番お気に入りのシャッフルということでね、お互い結構お互いでチェンジしたんだけど、すごいミキトが一番お気に入りのチェンジということで、マジで待ってましたねこの時期を。はい、まあ、これはね朝日ちゃんが、これも朝日ちゃんがよくやってるポーズを撮りました。朝日ちゃんになりきったので、まあ全然顔面とビジュとさ全然顔が違うから無理なんだけど、まあちょっとイリナらしい朝日ちゃんになったので、ポニーテールもしたし、ちょっとスタイリッシュなかっこいいイリナさんになったので、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、イリナのネットチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、今から、4月23日、一部の、衣装シャッフルライブのネットチェック読ませていただきたいと思います。まずはじゅんくん、ありがとう。はい、これはリンリンの衣装を着てみました。どうですか結構ね、なんかリンリンの衣装を着たりすると、すごくジャンプができそうな気がしたりとか、あとすごくダンスが上手くなったような気分になれますだからね、すごいねリンリンの衣装を着てるときはめちゃくちゃテンションが高かったです。だからね、この日の僕のテンションの高そうなチェキを楽しみに待っててくれると嬉しいです。いつもありがとう。はい、そしてお次がゆきくん、ありがとう。これはね、僕がリンリンだよっていう感じのチェキになってます
なんかね、あのリンリンの衣装を着たりすると結構ねやんちゃなねあの動きとか派手な動きとかをしたくなっててだからあの物販中とかで、ね、めちゃめちゃねリンリンのモノマネとかしたりしてましたリンリンの動きのモノマネとかめちゃくちゃしてためっちゃ楽しかったです。はい、ちょっとねまたいっぱいいっぱいあのまあもうこの日のねあのチェキとかこの日の衣装はちょっとこの日にしか見れなかったんですけど、またねあのリンリンの衣装を着る機会があったらわちゃわちゃ感をたくさんお見せしようかなと思います。ありがとう。お次がまこ、ありがとう。はい、ね、似合うだろう、似合うって言えよっていうやつです。はい、リクエストありがとう。あのねデカデカと書きました。あのまこの名前もねでかく書いたんですよ。これね直接見たかったよね、残念ながら大阪でした大阪に来るべきだったね。まあ来れないのはね知ってるんですけど、なかなか忙しいと思うけど、またねリンリンの衣装を着る機会があったらいいなって思います。はいまたね楽しみにしててください。ありがとう。お次、ひよちゃん、ありがとう。はい、リンリンのねその人の衣装のモノマネをしてくださいって言われたのでリンリンのモノマネをしました。なんか結構ねわちゃわちゃしてる感じがするんですよねリンリンって。だからそのわちゃわちゃ感をねめちゃめちゃ試してみましたこれは世界一アッパレウサギの最後の決めポーズのところをやってみました。どうですか。はい結構ね笑顔でにっこりピースしてます楽しみにしててね、ありがとう。お次がリオくん、ありがとう。はい、リクエストでね全身をお願いしますっていうことだったんですけど、リンリンがよくやりそうな感じの全身の映り方をしてみます。意識しながら撮ってみましたどうだろう、リンリンっぽくなれてるかな。でも結構ベレー帽っていうのがね僕ベレー帽とかって普通に帽子が好きなんですけど、ベレー帽かぶれたことに大歓喜してますはい、楽しみにしててください。ありがとう。あ、次、なおくん、ありがとう。どう、浮気できなくなりそうなんかこの前のツイートでこの前のツイートでさ、なんかネットチェキ届いての見ると浮気できなくなるみたいなツイートしてたんですけど、浮気しようと思ってたんですか、もしかして。ダメですよ、絶対にダメこのチェキを見てねまた浮気できなくなるようになると思います。はい、覚悟しといてください。ありがとう。はい、次がまい、ありがとう。はい、今回リンリンの衣装着てみました。はい、どうですか。ちょっと久しぶりにね横チェキにしてみたんですけど、最近ちょっと縦が多かったのかなって思ってて、横チェキをね増やしていこうかなってまた思います。再開していきますはい、リンリンのねベレー帽をねライブ中落ちそうになりながら、まあ、ちゃんとねピンとかで止めてたんですけど、落ちそうになるのをね阻止しながら何やったっけな、何の曲やったっけな、あっぱれ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 のヘドバンするところみたいな、あそこちょっと落ちないようにね手で支えてたのを思い出して、これも手で支えている感じの時期になってますめちゃめちゃ可愛いよね帽子。普段帽子、まあ、好きなんですけどね、頭の形っていうか髪の毛の形が変わるからあんまり被らないようにしてるんですけど、でもこの日は特別なので被ってみましたのどくろ楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次がハリアちゃん、ありがとう。ネットチェキ買ってくれるの久々だな、めっちゃ嬉しいありがとう。はい、この日はね、これはリンリンの衣装を着てたので、ちょっとリンリンっぽく撮ってみました。リンリンっぽくこういう感じでちょっと可愛い感じでね撮ってみたんですけど、リンリンに慣れてるかななんかリンリンってさ、めちゃめちゃさ、ちっちゃくて可愛いよね。まあ僕もさ、まあちっちゃいんですけど、なんかイメージ、てかキャラが違うじゃないですか。なんかリンリンはめちゃめちゃアイドルで、キルルーンって感じなんですけど、僕は、アイドルの中でも結構ゴリゴリ系のね、歌を歌う人みたいなまあなかなかいないキャラなのかなって思うんですけど、また身長が低くても全然違うキャラを、出せてるかなって、ちょっとリンリンっぽくできてるかなって思うので、まあ、意識してみたのでちょっとまた見てみてくださいありがとう。お次が
やいちゃん2枚ありがとう。はい、1個はね縦で、もう1個が横にしてあります。はい、縦の方はねちょっとねシャキーンシャキーンっていう感じにしてて、まあこれもねちょっとなんかリンリンよくやってるかなって思いながらこういうポーズにしてみたのと、あとは横でねちょっとねリンリンっぽい、まあどっちもリンリンっぽい感じにはしてあります。はい、リクエスト縦と横だったんですけど、なんでですか、何か意図があるのかな。届くの楽しみにしててね、キュルキュルリンリンのなりちゃん楽しみにしとってありがとう。はい、お次がコムちゃん、ありがとう。わー、めっちゃ嬉しい。これにね、コムちゃんいなかったもんね、ガブに。ね、会いたかった。髪の毛切ったコムちゃんとお話ししたいんよね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ似合ってるんよ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。僕もね、髪の毛ね、最近切ったんよね。でもちょっと、今髪の毛結んでるから見えないと思うんですけど、また直接、髪の毛の揃ってるなりちゃん見に来て。まあ、言うて、ね、また1ヶ月後とかになるんやけど、1ヶ月も経ったらちょっとまた髪の毛伸びてるかな。はい、コムちゃんの短い髪の毛楽しみにしてるね。あと、リンリンのこの衣装の時期も忘れずに楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次がモンピー、ありがとう。モンピーモンピーありがとう。はい、この日ね、直接会いに来てくれてもありがとう。めちゃめちゃ嬉しかったね。本当にね、大阪にいる時はが結構少ないのでね、1ヶ月に 1,2 回とかなんでね、その少ない中でもね、いっぱい会いに来てくれてめちゃめちゃ嬉しいです。はい、これからもね、このリンリンの衣装を着たなりちゃんの時期がお家に届くと思うので、僕がね、東京に行ったり仙台に行ったりと、大阪にいない時がちょっとあるかもしれないんですけど、あるんですけど、まあね、寂しい思いをしないようにこの時期を見ていっぱいね、あーなりちゃんって、なりちゃん不足を補給してください。よろしくお願いします。ありがとう。はい、ラスト、エリドちゃん、ありがとう。はい、今回はちょっとリンリンのシャキーンっていうポーズと、あと仰天の空をやってみました。はい、ベレー帽がね、いい感じにね、仰天の空ではちゃんと映ってます。はい、こっちもまあ映ってるんですけど、前を向いてるのでね、ちょっと半分ぐらいしかベレー帽見えないです。はい、なんかね、前の旧衣装の時もリンリンの衣装を着させてもらったんやけど、またねこれはね、ちょっと全然違う感じに見えるかなって思います。見えるんですよ、うん。これは結構ね、すっきりした感じで、すっきりだけど可愛いフリフリな感じが出てると思います。リンリンって感じなので、めちゃめちゃ可愛い感じなので、届くの楽しみにしててください。ありがとう、エルドちゃん。はい、ということで、以上になります。7月23日、衣装シャッフルライブということで、僕のネットチェキ買ってくださってありがとうございました。ということで、ネクスト。はい、今から7月23日の衣装交換ライブで葵のネットチェキを買ってくれた人の名前を呼んでいきたいと思います。まず、りょうくん、ありがとうございます。全身が見えるようにって言ってたんですけど、ちょっとここぐらいまでになってしまいました。ごめんなさい。でも衣装の感じは伝わるかなって思うんで、リオちゃんの衣装を着た葵を見てもらえたら嬉しいなって思います。なんかすごい新鮮な感じでした。なんかいつももうスカートなんですけど、なんか回った時とかにスカートがねぐるんってなるんですよ。なんかスカートのなんでなんか分からへんけど、量が違うって意味分からへんけど、そう、なんか回った時にくるんっていつもになって、回るの楽しいなって思いながら踊ってました。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。はい、次いきます。まいまいちゃん、ありがとうございます。りおちゃんになりました。りおちゃんになりましたって何って感じなんですけど、そうね、なんか似たような感じの衣装かなって意外と思ってたんやけど、あんまじゃないな、青いワンピースの衣装を着たことがなかったから、1枚でヒュッて着て、なんかまた違った感じやなって思いました。そう、青いのやつはね、前のやつも今のやつも上半身下半身で別々に分かれてるやつやから、なんか似てるようで似てないなって思いました。そうそう、また違ったね、ネックレスとかもつけてたりして、そう、
違った感じだなって思いました。楽しかったです。はい、次いきます。やいちゃん、ありがとうございます。なんかりゅうちゃんといえばどんな感じのポーズしてるかなと思った時に、これなんかちょっと伝わるか分からへんねんけど、座ってるポーズ多いかなみたいな、個人的に思ったあれなんですけど、そう、なんか座って女の子らしいポーズしてることが多いなって思ったんで、葵も真似っこして座ってみました。あれはこんなんばっかりなんやけど、りゅうちゃん結構可愛い感じのポーズが多いので真似してみたので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、次いきます。おふみ、ありがとうございます。来てくれて嬉しかったです。ありがとう。そう、りおちゃんでした。1回目シャッフルはりおちゃんになりました。りおちゃんになりました。どうでしたか？なんか私はそう、りおちゃんと同期なんですけど、そうそう、なんかりおちゃんの衣装を着たことが前のシャッフルではなかったから、どんな感じなんかなと思ってて、着れてすごい嬉しかったんですけど、見ててどうでしたか？可愛いと思ってもらえてたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、次いきます。ゆき、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったですね。次回ありがとうございます。なんか結構こういう感じのポーズをしてスカート開みたいなのもリオちゃん多いかなと思ったんで、ちょっと真似っこしてみました。そうそうそう、やっぱね、なんか自分でいつもやるポーズと違うポーズを取りたがるっていう、あの衣装交換ならではのやつやと思うんですけど、そうそう、やっぱその人にね、なりきるのもめちゃくちゃ楽しいなって思いました。そう、またリオちゃんになりきった葵が届くと思うんで、楽しみに待ってください。いつもありがとう。はい、次いきます。パソくん、ありがとうございます。まさかまさかこの日会えると思ってなくて、ツイートしてなかったからさ、あれと思ってめっちゃびっくりして、普通にえっと思って、そうそうそう、見てはいたんよ。でもそうなかったから、えっと思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかフランスの話とかも喋れてよかったなって思います。いろいろね、そう、楽しかったよって言えてよかったなと思います。そうそう、めちゃくちゃ嬉しかったです。もうまた早く会いたいなって思ってるので、いつでも待ってます。ありがとう。はい、次いきます。ラストかな。もときー、ありがとうございます。ゆうちゃんになってみました。どうですか、どうですかって。そう、いつもはね、あおいちゃんなんですけど、今日はりおちゃんです。今日はりおちゃんです。この日はりおちゃんです。そう、どうですか？めちゃくちゃ葵は楽しいなと思いながらりおちゃんの衣装着てたんですけど、どうでしょうか。でもこの時期は結構いい感じだと思います。なんか個人的にいいのではって感じの時期なんで、また届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとうございます。そうそう、この日もね、見てもらえたら嬉しかったんやけど、そうそう、第2回のねシャフルの時にね、もときくん来てくれてたんで、ありがとうございますって感じですね。ありがとうございます。はい、以上ですね。以上で葵のネット席買ってくれた人、ありがとうございました。ネクストドゥー。はい、ということで、今からシャフルイベント、23日のシャフルイベントのリーの席買ってくださった方の名前を読ませていただきます。まずはりちゃん、ありがとうございます。なりちゃんの着てほしいなって言ってくれたので、今回これ着れててよかったです。ありがとう。はい、そしてですね、タミーさん、ありがとうございます。はい、タミーさんには本当にいろんな時期があるんですけど、去年も買ってくれてたのかな。去年もナリスの衣装だったので、ちょっとナリスになってますけど、そういうのも並べてくれると嬉しいです。ありがとう。はい、そしてですね、本日、ありがとうございます。はい、本日にはナリスになりましたよっていう感じなんですけど、けどナリちゃんっぽくない感じ、私っぽい感じのポーズになっちゃった。それも楽しみにしてください。ありがとう。はい、そしてセイ、ありがとうございます。はい、セイにはなんかちっちゃいのとちっちゃいのが交換したって感じだと思うんだけど、けどこんなリンも好きでいてくれて嬉しいです。ありがとう。はい、そしてまいちゃん、ありがとうございます。はい、なりちゃん、衣装シャッフルどうでしたか。いろんな衣装みんなが着てたんですけど、やっぱり自分のが一番似合うなって思った。どうだろう。ありがとう。は
はい、そしてタオくんありがとうございます。はい、セルフチビクラです。お互いにセルフチビクラ不思議な交換でしたけど、どっちも好きですか？ありがとうございます。はい、そしてりょうくんありがとうございます。普段見えないところまで足が見えてます。ひゃーひゃーって感じなんですけど、楽しみにしててください。ありがとう。はい、そしてやいちゃん2枚ありがとうございます。はい、なんかあれだね、フクリーダー感出たって言われたけど、どう思う？かっこいい？かっこいいですかありがとうございます。はい、そして最後ナルピー3枚ありがとうございます。3全部逆さま、こっちだ。はい、ありがとうございます。いっぱいいっぱい見てくださいね。いろんなチェキがあるのでお楽しみに。ありがとう。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リオです。今から7月23日後ろシャッハロのネットチェキ名前名義始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。やいちゃんありがとう。はい、ありがとうございます。今回はですね、大阪はあやねさんの衣装を着させていただいたんですけど、どうですか？あやねさんに慣れてますか？あやねさんのいいところをちょっともらえればいいなと思って、ちょっとだけもうすごいあやねさんっぽいポーズっていうのをね、リクエストにいただいたので、ちょっとあやねさん、あやねですって勝手に言っちゃってますがあやねさんっぽいポーズにしてみました。はい、どうかな、可愛くできてますかね。また感想聞かせてね。ありがとう。じゃあ次行きまーす。よいしょ。まいまいちゃんありがとう。はい、まいまいちゃんありがとうございます。いつものさ、リーダーの桃の担当のあやねですってやつあるやん、あれをね、やりました。こうやってちょっぷりてね、いやいや、コールのところのやつ、こうやってやつ、リーダーの桃の担当のあやねです、材料が、あ、ちゃうわ、え、あ、そんな感じやね、多分あやねですってこうやってやるやん。だからさ、あれがさ、すごいいつも可愛くてない、 いつもだいたい横で真似してんねんけどそれをね、やってみました。なんかあやねさんみたいな、なんか可愛くできひんかって、ちょっとカッコつけたみたいになっちゃったけどまたまたちょっと一緒にこうやってねやりましょう、またありがとう。はい、じゃあ次行きまーす。りょうくんありがとう。はい、ありがとう。全身写してっていうことで、全身写るチェキにしました。はい、可愛いですかね、いい感じかな。なんかね、衣装シャッフル、なんかあやねさんのやつで、ね、なんか似合うか分からんかったんやけど、なんか細いしスタイルいいやん。私別にスタイルいい方じゃないから、カンナギの中でも別に女の子の中でも全部ね、大体あんまりその何もプチャッとしてるけさ、あんまり似合わないかなと思ってたんだけど、どうだかなと思って、ちょっとりょうくんにはなんか可愛いなって思ってもらえたら嬉しいなと思ってはい、可愛いっていう聞いたチェックにしたので、また感想聞かせてください。いつもありがとう。じゃあ次行きます。ともくんありがとう。ありがとう。はい、これね、結構ね、可愛い可愛いっていうか、なんか皮かっこいいみたいな、皮かっこいい、エロかわいいみたいな感じになっちゃったかな。なんかめちゃくちゃ着る機会のない衣装だと思うから、すごいレアなチェキだと思うので、いっぱいいっぱい見て堪能してみてください。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。キキありがとう。はい、ね、結構やばいよね、ほんとちょっとエッチいんだよね、あやねさんの衣装って。あやねさんが着るとね、あやねさんがスタイル良すぎるから、そのなんて言ったらエッチいっていう感じじゃなくてさ、なんかもうビってなるんだけど、その分かるかな実はあれはね、すごいね、衣装なんだなって改めてね、思いました。来たけど、ちょっとムチムチなんでね、ちょっとね、エッチいことになってしまっていますが、
俺もそれでまあまあまあたまには良きかなと思いまして、はい、めちゃくちゃびっくりするぐらい格好つけてるので、あやねさんっぽい感じにしたので楽しみにしててね、いつもありがとう。じゃあ次行きます。きなつありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとね、はい、なんかお姉さんみたいな感じだからさ、あやねさんがだからちょっとあやねさんっぽい風にこうやって投げキスしてる、いつも背中こうやってまっとかさまっってやるんだけど、なんかもうパッみたいな感じにしました。どうかな、わからん、すげえかっこつけてるんだよねこれ、なんだかわからんけど顔なんなんじゃろうねでもまあ気夏にはね喜んでもらえると思うから、楽しみにしててね、いつもありがとう。じゃあ次行きます。2枚買ってくれたりくん、ありがとう、はい、2枚もありがとうございます。1個は強めな感じで、1個は紅クジャクだよね、はい、紅クジャクの紅クジャクエピソードはあれよ、あやねさんに静かに聞いたってやつよ、もう聞きにくかったんだから本当に、あやねさん紅クジャクのポーズってどうやってやってるんですかねって聞いたんだから本当にバカこっちは強めのポーズ、あやねさんかけるリオとかも無敵じゃないってやついやマジ無敵じゃない、もうリクにとってさマジでさフュージョンしたらさやばいさ2人だよね多分ね、そうなってくるとマジなんかいいところを合わせれてたらいいなって思って、まあめちゃくちゃ好きだって言ってて、もう過去一だとか言ってたから絶対刺さるんだと思うんだけど、まあ楽しみに待っててくれよないつもありがとう。じゃあラストかな、ラストいきます。とうとう2枚買ってくれてありがとう、はい、1個がね全身で、1個がアップかわいいやつにしました、はい、とってもっと可愛いって言ってっていうやつと、もう本当に何エレガントなやつ、エレガントじゃないな、あんまりねポーズ的にはリーは変わってないんだけど、なんかあやねさんの衣装を着てるせいか何かどこかしらリーが全然違う人に見えちゃうような感じの時期になりましたね、はい、楽しみにしてくださいね、多分ねどっちも好きなんだよね、最近とうとうリーのね愛がすごい伝わってきて、リーへの愛がね大きい大きい人だからもっと大きい大きいになって、もうねリーなしでは生きていけない存在にはなってると思うんですが、もっともっともっともリーに会えなかったら過去形で死んじゃうぐらい可愛くねなってくれたらね、リーは本当に嬉しいなって思います、リーも大好きだよありがとう、はい、以上でリオンのドチェキのメモをやりたいと思います、買ってくださってありがとうございました。ネクスト、はい、こんにちは、あやねです。今から7月23日のシャッフル衣装公演のネタ中継を見たいと思います。インジューソーガブさんです。まずユッキーありがとう、はい、ユッキーにとってゆかりのあるペアでした。私がおいちゃんの衣装を着てました、こうめっちゃ可愛いポーズで撮ったので楽しみにしてほしいです。私がおいちゃんの衣装を着たことによってユッキーからしたら姉が妹の服を借りたみたいな気持ちになるのかな、だからなんかそんな感じかなって思ってます。自分的にそんな感じでしたごめん借りるみたいな感じでした。ツインテールも気に入ってもらえたら嬉しいです、ありがとう。はい、お次が高文ありがとう、はい、ツインテール刺さらないかなってちょっと不安だったんですけど、案の定誰や思ったって言われたんで、あ、やっぱりねって思いましただからね、私はツインテールが今までやってこなかった理由が似合わなかったからなんですけど、似合わないねとか言われなかったんでよかったらひとまず安心かと思いながら、なんでこれもよかったら記念に撮っておいてもらえたら嬉しいです。でも自分では思わないけど、みんなは褒めてくれたの、可愛いってメンバーが褒めてくれたのでよかったと思って、よかったらちょっと青いあやねも、ミニあやねも、ミニ青い、ちょっと大きいあやね、ちょっと大きい青い、もう気に入ってほしいなと思います。ありがとう。はい、お次。
はい、りょうくんありがとう。リクエストで全身をって書いてたので全身を撮るポーズにしたんですが、葵ちゃんの靴入ったことにまずびっくりしてて、私は葵ちゃん 23.5 とかね、私 24.5 やねんか、1センチ違うのに足がこんなんなりながら、もうなんか靴の中でこうなりながら踊ってたんで、めちゃくちゃ踊りにくかったし、でも しかもその後自分の公演、自分の靴で踊ってるからさ、次の公演めっちゃ踊りにくかったっていう話を全身の時にしようと思ってたんですよ。全身見た時にな、多分筋肉とかがね、残念ながら見、まあお腹はギリ見えてるかなって感じです。まあ踊ってたら葵ちゃんが筋肉めっちゃ増えたなみたいな見えてたんやろうなって思ったら、ちょっと変な感じですね。ありがとう。はい、お次がゆうやくんありがとう。めっちゃ久しぶりにネタチェキ買ってくれてありがとうございます。今回は自分の衣装じゃなくて葵ちゃんの衣装を着てみました。葵ちゃんと喋ったことある？ゆうやくんってあんまりなんかイメージがなくって、他のメンバーと撮ってるイメージがないのでどうかわからないんですが、葵ちゃんの衣装めちゃくちゃ可愛くてずっと着たかったんで、念願の葵ちゃんの衣装を着れたんでゲットって感じでした。でもツインテールとかもすごい新鮮で、スカートの時点でも新鮮なのに、めちゃくちゃツインテールとかしたらすごい違うグループなんじゃないかって思うぐらい意識がすごかったです。なんか自分の中でスカートが意識しちゃうね、やっぱりね。恥ずかしくてなんか直接見てたらね、多分恥ずかしかったと思う、顔も多分恥ずかしそうにしてたと思う。ちょっとそれはそれで面白いかもね。楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次がまいまいちゃんありがとう。はい、今回葵ちゃんの衣装着てみました。チェキでは葵ちゃんがしなさそうなポーズを撮ってみたんですが、それはそれちょっと新鮮かなと思って、別人ですね。葵ちゃんでもないし私でもないから何者って感じなんですけど、まあそれがちょっと衣装交換の醍醐味でもあるかなと思うので、その雰囲気を楽しんでもらえたらいいなと思います。なんか今までね、シャッフル衣装ね、全公演じゃあ全員の分を回したことがないので、実際的に私は朝日の衣装とかも着てみたかったんですけど、でもまあ今回は葵ちゃんの衣装で、次が誰の衣装だっけ、次がいいなの衣装か、どっちも使ってあったんで、それはそれで楽しかったんですけど、この雰囲気も味わってください。ありがとう。はい、お次がレッドライスさんありがとう。はい、今回はめちゃくちゃ新鮮な私をお届けできたかなと思います。どうですか、スカートだしツインテールだし、なんかめちゃくちゃ口が可愛い。こんな可愛い口して普段撮らないですね。なんか衣装にね感化される。なんか私さ、すごいライブパフォーマンスもその人に寄せて踊ったんですよ。天井天気とかあったけど、葵ちゃんっぽく天井天気踊るのめちゃくちゃ難しくって、でもすごい楽しかったです。なんかそういうのが衣装交換のいいところやなって思ってました。なんかこういう時期はたまになんかそのコスプレライブで可愛い衣装に当たった時に撮るぐらいなのでレアだと思うので楽しんでください。ありがとう。はい、お次がメーグありがとう。はい、今回は葵ちゃんの衣装でめちゃくちゃキルキルポーズで撮りました。葵ちゃんの衣装を着てる自分っていうのがすごい慣れなくて、鏡を見てはこれ誰やねんと思いながらメイクをしてたんですけど、まあ、この日はイリナの誕生祭があったから、イリナの誕生祭用にメイクをしてたんですよね。だからその時に時期撮ったからね、跳ね上げラインとかがめっちゃ分かって、なんか葵ちゃんが絶対にしなさそうなメイクで葵ちゃんの衣装を着てしまったから、葵ちゃんごめんって感じなんですけど、まあこれはこれでなんか雰囲気がまた変わるから面白いかなって思います。私のキルキルポーズたまにリクエストするやん。だから好きやと思うね。だから気に入ってくれて嬉しいです。ありがとう。はい、お次が友人ありがとう。はい、今回可愛いポーズで撮りました。葵ちゃんのポーズ、葵ちゃんのポーズじゃない、葵ちゃんの服を着てるので、リクエストしてくれたやつもめちゃくちゃ映えました。可愛い感じで撮りました。友人会いに来てくださいっていうポーズを撮りました。なんか結構葵ちゃんの衣装とか着てたらこういうポーズとか映えるんですけど、私普段の衣装でこのポーズしてもあんまり可愛くないんですよね。だからそれが悩みだったから、もう思いっきりこのポーズをしたのがちょっと嬉しかったです。気に入ってもらえたら嬉しいです。ありがとう。はい、お次がやいちゃんありがとう。やいちゃん的になんか普段あやねさんって呼ぶやん私のことを。だから私のことをかっこいい年上の人みたいな、グループの中で年上の人って思ってたら、この衣装を着た瞬間に本当に誰って思うと思う。名古屋で衣装交換がない分ネットチェキでしか届けられないけど、動画見たら誰ってなるし、多分もしシャッフル衣装のやつが公開されても一瞬で見つけられないと思う。だってカメラがさ固定じゃないからさ、ぐるぐる回るじゃん。さっき登場したの誰でみたいな感じで頭整理しながら見ないといけないから、めちゃくちゃ大変だなって思います。でもいつか名古屋でも衣装交換チェキじゃないや、ライブしたいなと思うので、ちょっと次の衣装とかになっちゃうかもしれないですけど、いつかやりたいと思うので待っててください。ありがとう。はい、お次がちーちゃんありがとう。今回可愛い時期でハグのリクエストもらったんで、すごい嬉しかったです。なんか可愛い衣装着てる時になんかポーズが可愛いリクエスト着てたら、すごいなりきっちゃいますよね。
だからちいちゃんハグみたいな感じで可愛いポーズを撮ったらツインテールだしピョンってなってるしいい感じになったかなと思います。なんか多分15歳ぐらい若返ってると思うこの時期。ちいちゃんに甘やかされに行きます。待っててください。ありがとう。はい、お次がよしふみさん、ありがとう。はい、葵ちゃんの衣装を着てみました。どうですか、よしふみさんにとって葵ちゃんってなんてなんか優秀推しみたいな立場じゃん。だからさ、私もなんか優秀推しってされたじゃん物販の時に。あ、なんか葵ちゃんと思って接してるのかなと思って。めっちゃなんか可愛いねって言ってくれたやんか。なんかあれがすごい嬉しかったです。まあ、嬉しかったし、なんかドキドキしました。なんか普段されない対応だったんで。いいんですよ、普段から甘やかしてくれてもちょっとぐらいは。また物販で話そうね、楽しみにしてます。ありがとう。はい、お次がちあきん、ありがとう。はい、リクエストで全身映るようにということだったので全身映しましたが、今回あやねがスカートを履いてるというのはめちゃめちゃ珍しいんじゃないでしょうか。今なんかちょっとナチュラル自分のことあやねって言っちゃったけど。なんか結構ツインテールって高さによってイメージが変わるんよね。で、私メインの服着た時に下でツインテールしたんだけど、この時とも全然イメージが違う。やっぱり高いところでツインテールしたらすごい幼く見えるんですよね。でもその後イリナの誕生祭でポニーテールした時に、あ、やっぱり自分はポニーテールの方がいいなって安心感を無駄に覚えたっていうね。でもなんかこのツインテールは貴重だと思うので、ちょっともう置いといてほしい、ずっと。はい、お願いします、たまに見てね、ありがとう。はい、お次がゆうと、ありがとう。はい、葵ちゃんの衣装どうでしたか。可愛い私もたまには届けれたかなと思います。前髪もちょうどパッツンだったし、黒髪だったので葵ちゃんに近かったかなって思ってます。もうちょっと髪の毛が長かったらね、もうちょっとロリ感が、あ、なんか深み増したかなと思ったんですけど、ちょっとねエクステつけたかったな。でもねつけれなかったんで、ちょっともうちょっとだけ髪の毛短い葵ちゃんって感じでしたね。葵ちゃんの衣装はね、歴代なんかあんまりどなんかどでかくデザインが変わったりはしてないんで、ずっと前も去年かな、葵ちゃんの衣装を私着たんですけど、その時もうわーと思って、全然違うな印象変わるととか思ってたりしたんですけど、逆に私が葵ちゃんとかの衣装を着る方が面白いと思うので、これからも可愛い衣装ではないと思うから、次の衣装もどうせ。これからも、ね、シャッフルの時は可愛い子の衣装を借りたいと思います。ありがとう。はい、ラスト2枚買ってくれたリオ、ありがとう。キルキルアイヌさん届けます。2枚ともキルキルポーズです。こっちは小顔ポーズしてて、こっちはなんかしゃがんでなんかこうやってなんていう見下ろしてる感じなんですけど、このキルキルポーズね、目尻の跳ね上げラインと口角の上がり方がめっちゃ好きで、あ、このメイク入れのように作ったメイクなんですけど、あ、よかったと思って、逆になんか小悪魔感増した。なんか葵ちゃん小悪魔な葵ちゃんみたいな感じだと思います。でもね、嬉しかったのがほんまに姉妹に見えるって言われたんよ、メンバーに。だからすごいそれが嬉しかったです。あとなんかツインテール似合わんって言ってるけど似合うからねって怒られました、なりちゃんに。なんでちょっともうちょっとだけ自信を持っていこうかなと思います。リオもあんだけ褒めてくれたし、なんか褒めてる時気づいてないかもしれないけど、すっごい真顔で褒めてたよ私のこと。だからね、リオのねすごい圧が伝わったんで、これからもちょっとたまにはツインテールしてもいいかなって思えてきました。リオのおかげです、ありがとう。はい、以上です。アイナチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、今回は珍しいイベントだったということで、たくさんネタ席買ってくださってありがとうございました。それでは以上、私たちカンナギラミツーでした。ありがとうございました。